スティックスフォント事業とは、数学的シンボルとアルファベットの包括的なフォントセットをロイヤリティフリーのライセンス下で提供する事業のこと。科学系技術系部門の電子書籍や出版物のために役立てることを意図して、いくつかの有力な科学技術系出版社が同事業の支援を行っている。スティックスは、サイエンティフィックテクニカルインフォメーションエクスチェンジの略語。 スティックスフォントは完全にフォント最適化されたオバンタイプ CFF フォントとして利用可能である。現時点で利用可能なスティックスフォントのトルータイプ版はないが、スティックスミッションの生命には将来作成する意図が盛り込まれている。ただし、スティックスフォントのトルータイプへの非公式な変換が存在しており、オバンタイプサポートなしのソフトウェアでの使用には適している。 スティックスはまた、ラテン語、ギリシャ語、キリル文字の字体も含んでいる。スティックスのファミリーは、本の出版においてよく使われる、タイムズニューローマンの書体群と広い互換性があるよう、設計されている。スティックス自体のうち32.9%は、同事業の会員によって寄贈されている。商用テックス販売店で、テックスフォント製作所のマイケロプレス社は、 追加の事体を作成する契約を結んでいる。スティックス事業では、テックス実装も作成する。また、文字をユニコードに組み込み、ブラウザで使用できるよう確保している。ひとまとめに STI Pub コンソーシアムとして知られている。スティックスフォント事業の会員には、米国物理学協会、アメリカ科学会、アメリカ数学会、米国電気電子学会、アメリカ物理学会、エルゼビアが含まれる。 このフォントは参加 STI パブ企業の雑誌に掲載するために必要なすべての文字、字体のリストから構築されたものである。このリストにはすべての科学的分野が反映されており、芸術や人文科学からの多分野も多く含んでいる。スティックスフォントの字体の大半はタイムズ互換の様式で設計されている。タイムズ五感の字体に加えてスティックスフォントの一部には サンセリフ、モノスペース、フラクトゥール、スクリプト、カリグラフィーなどの他のデザイン様式も含まれる。スティックスフォントウェブサイト2007年10月31日にフォントのベータ版が公開された。このバージョンはカンブリアマスにて使われているオパンタイプの数学的レイアウト機能が十分に含まれていないため、マイクロソフトオフィス2007だと完全な形では使用できない。 ベータ版に含まれているラテン時代のセットはまだ東ヨーロッパ言語でタイプ入力するのに必要な全ての文字を網羅していない。2008年6月9日にスティックス事業ウェブサイトで最終的な設計変更が完了と宣言された。オフィス2007やテックスのオパンタイプレイアウト機能のサポートがまだないにもかかわらず2009年5月末までに 初期製作品リリースと発表された。2009年9月、同フォントは最終のパッケージング段階に入った。しかしながら10月にないと困る文字体が発見されて追加延長となった。2010年4月にリリース予定だったフォントは2010年5月28日にリリースされた。同事業は予測よりだいぶ長い時間がかかった。ウェブサイトは たまにしか更新されないため、定期的に期限切れとなり、予測工程表がしばしば過ぎ去ってしまう。このバージョンは、最近のマイクロソフトワードで数式の編集を、簡単にしている。デイテックスサポートのバージョン1.1、令和2013年5月29日に、リリースされた。スティックス2とタイムズニューローマンとの比較。スティックス2は小文字が正高で、ディテールが細かい。 2016年12月1日、公式プロジェクトのウェブサイトで、スティックス2.0、例のリリースが発表された。これは、ティロタイプワークス社のロス・ミルズとジョン・ハドソンによって作成された。以前のバージョンとは違って、タイムズニューローマンに、やや触発された独創的なデザインながら、X ハイトがより聖高になっている。2018年4月、 デイテックスで使用するスティックスにフォントのタイプ1がリリースされた。同時にスティックス事業の基盤となるプラットフォームが GitHub に移された。スティックスフォントは Lion ンン以降のバージョンの OS10 に含まれている。JavaScript フレームワークのマスジャックスは Web ページに数学を含めるためにスティックスフォントを使用している。ローカルコンピュータにこのフォントをインストールすると m a ジャックスの タイプセット速度が向上する。数式エディタのマスエディターは、スティックスフォントを主なフォントとして使用する。スティックス事業の前身がエルゼビアにより開発された、アスティックスフォントで、これは後に寄贈された。現在、それは、アマヤの一部として、ワールドワイドウェブコンソーシアムから利用可能である。しかしながら、スティックスフォントは、 エルゼビアで出版されたほとんどの作読雑誌で使用されていない。ありがとうございます。